すっきりした。今日は何から始めていこうかな。なんかやること多いな、めんどくさいな。もしもし、いつもお世話になっております。こんにちは。すいません、店長いらっしゃいますか？いい空気ですね。まあでも全然タスクが終わってないですけど、まあ始めたいと思います。どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕の場合は会社員になった時、そして起業した時にですね、周りの人からその仕事を効率的に終わらせる方法っていうのをたくさんアドバイスもらってきました。で、その中の一つというか、まあそれがほぼ9割ぐらいだと思うんですけど、それはトゥードゥータスクをつけるっていうことですね。朝起きた時に何をやるのか、何をやりたいのかっていう、そのトゥードゥーリストをバッて作って、でそれを片付けることに1日フォーカスするっていうことを教えてもらったんです。あ、いいないいなと思って僕はそれをやっていました。でそれをやっている時っていうのは、なんかそのやることが明確になってますし、それを片付けることだけにフォーカスするので、空いた時間でこうゲームをしてしまったりとか、なんか YouTube をダラダラ見てしまったりっていうのを防げるようになったんです。なんですけども、タスク過剰というものにちょっとなった時期がありました。でまあ僕もおかげさまでスキルもちょっとずつ上がっていたので、呪術をやりながらそれを教えるのんびりミリオネアっていうプログラムをやったりですね。そう、そしたらもう一日でタスクが終わらないみたいな、やらなきゃいけないこと、やるべきことっていうのがまああって、それが全部こうやりたいことだったらいいんですけど、それとは全く関係のないやりたいことっていうのもあったりですね。まああとその自分一人暮らしをしているので、その家事全般もこう自分でやらなければいけなかったりとかいう感じで、こうトゥードゥータスクで埋もれちゃってですね、もう身動きがガッチガチみたいな、身動きがちょっと表現おかしいですけど、なんかそのがんじがらめになっちゃったりっていうのが一時期ありました。やりたいことだったり、やるべきことにこうフォーカスしているはずなんだけども、ただなんかそのタスクに追われてる感じがすごい否めなくてですね、なんかストレスまみれになった時期がありました。でこの動画を見てる人の中にも、こう日々なんか忙殺されてるとか、仕事で忙殺されてるとか、自分の時間が持てないだったり、その自分がやりたいことに全然時間が割けてなくて、これをやったら自分の人生が良くなるのにそれができなかったり、あと楽しいことができずに、そのままなんか気づいたら1年2年経ってるみたいな、そういう人も結構いるんじゃないかなというふうに思います。でその中で僕が教えてもらったものの中で、まあタイトルも出ちゃってるんですけど、いいなって思ったものがあったので、それを今回シェアしていこうと思います。僕は結構説明が苦手でして、噛み倒しキャラなので、カンペを見ながらまた説明させてもらいます。また早速噛みましたね。でまあやらないことっていうのは2種類あると思っています。でまあ1つは、まあ、本当に必要じゃないからやらないっていうのがまず1つ、そして2つ目は今じゃない、今やらなくてもいいよねっていう、まあこの2種類があるので、そのやらないことリストには必要じゃないからやらないっていうのと、今じゃないからやらないっていう、まあその2種類が入ってくると思います。でこれはどこかの本に書いてあったことなんですけども、人間は1日に5個までのタスクしかこなせないそうです。5個以上やってしまうと、もうすごく疲れちゃって集中力が散漫になって、そのタスクがガーってこう7になってしまったりするそうです。そうなので1日に1つだけのタスクをずっとやれるっていうのが一番生産性が上がるっていうことらしいんですけども、まあ、それができる人って、まあ、なかなかいないかなっていうふうに思います。なので僕の場合は今日やること、やりたいことっていうのをとりあえずバーッとこう書いて、で、その中で自分にとって一番大事なことだったり、やりたいことだったり、リターンが高いことをこう優先順位をつけていって、そのトップ5をまず優先的にやろうと。で、それ以下は、まあ、今日できなかったとしても全く気にしないっていうふうに、まあ、そういうルールみたいなを決めてます。で残ったタスクっていうのは翌月に持ち越すわけなんですけども、それを持ち越した後にまたこう優先順位をつけていって、下の方にずっとあり続けるタスクっていうのは、あ、本当に自分にとっていらないんだなと、今じゃなくてもいいんだなっていう感じがするので、それはもう
リストから消します。そう、まあ、ただその今は必要じゃないからやらないっていうふうに今日決めたことがいずれはやらなきゃいけないっていうふうになってくると思いますので、まあそうなったらまあその優先順位あ高くして今日その日にパッとやってほしいなっていうふうに思います。で次のステップなんですけども、必要じゃないからやらないっていうふうに決めたリストだったり、その自分のその夢だったり目標だったりの達成を妨げちゃうようなタスクっていうのは、そのやらないための環境づくりっていうのをするっていうことですね。まあ、例えば僕の場合だったら、こうスマホのなんかアプリでゲームを立ち上げようもんならですね、もうそれに3時間ずーっと熱中してやっちゃったりします。なので僕の場合はその環境づくりの一つとして、パソコンだったりスマホだったりにゲームのアプリは一切入れないっていうことをしてます。最初はなんか 2,3 個、まあ、暇つぶしのゲームアプリが入ってたと思うんですけども、いやいかんいかんと思ってすぐ消しましたね。でこれ結構不思議で、そのトゥードゥーリストの優先順位高いやつをパパって終わらせるとですね、なんか気持ちもすっきりしますし、達成感もすごいあるので、なんかそのゲームに刺激を求めなくなったんですよね。という感じで簡単で終わったと思うんですけども、シェアをさせてもらいました。時代の流れだったり変化だったりっていうのがものすごく早い時にたくさんの選択肢があるわけなんで、その中ではやっぱり選択と集中っていうのがものすごく大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、だからこそこう優先順位高いやつからこうやってもらって、でやらないと決めたことに関してはやらないための環境づくりっていうのもすればいいんじゃないかなっていう、まあ、そういうお話でした。まあ、今回一人でも多くの参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで僕もですね、こう輸出をやりながら、輸出を教えるプログラムをやりながらですね、気持ちいい仲間の人たちと世界中でオフ会をするぞっていうところに向かってちょっとずつ盲信していこうと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。まあ、トゥードゥーリストをつけた時にこう損得感情みたいなだけでこう決めてしまうと、変な方向に行ってしまうと思うんですけど、自分にとってのダイヤモンドリターンにこうフォーカスしてれば、人生どんどん上手くなっていくと思うんですよね。まあ、といってもなんかその楽しいこと抜きでそのトゥードゥータスクだけやるっていうとストレスになっちゃうかなというふうに思うので、まあ、5分間ゲームしたりとか、5分間目つぶったり、あとお散歩したりっていうのはなんか息抜きっていうのはすごく大事だなというふうに思います。で僕の最近の息抜きはこのGABA です。